皆さん、岡本バイエリン公園に来ております。これ岡本駅のだいぶ上、山の方に歩いてところにあります。これから一緒に行ってみましょう。まあ、人がたくさんそこそこいるんでね、大きな声では喋れませんので、そこら辺はご了承ください。結構棚田みたいな感じのダンスになってるんだね、ここはね。全然ここ知らなくて、今日昼から神戸に、講演会聞きに行くので、ついでに、午前中はね、ここに来ようかなと。鳥が止まって、小鳥が止まってます。全部が大体こんな感じになってね、かなり本当にダンスになってて、上から見下ろすのも良さそうだね。だけどここに来て、今日天気いいんだけどね、レジャーシート広げてゆっくりしようかなっていう感じではないんだよね。本当に狭いんだね。本当に上にすごい民家があります。高いんで、あそこで座ってゆっくりご飯食べる気にはならないな。
このような休憩所がありますし、休憩所の後ろには池みたいなものがありますね。で、展望台行きたいと思います。まあ、このベンチだったらね、ゆっくり座って誰にも文句言われなさそうなんだけど、何しに来たねんという感じや。おおおおお、あ、2つの展望台あるんだな。全部見えるんですよね。鴨本とかね、神戸の方とかね。皆さん、ちょっと展望台に行きました。ドーン、ここはいいですね。なんて言ってもバイリンはそうだね。広がる絶景はすごいわ。